前回の動画のコメント欄にて、溶岩で水車動きますよ。ははぁ、そんなことあるわけないだろ。ほぼ木材の水車が溶岩で動くなんてゲームシステム的に考えられないからな。またそうやって嘘ついてたぶらかそうったってそうはいきませんからね。動くんかい。しかも動力としては水と同等という。いやもうネザーで使ってくださいと言わんばかりのシステムじゃん。そういうことならば。水車に変更してやったぜ。本格的に風車の存在意義が消え始めている。前から見たらこんな感じ。今回は場所があったので2段にしてみました。行きがってるな。そこが、水車にしたことで、大型歯車の数を減らすことに成功。減らしても回転速度に問題はなさそうだな。風車よりこっちの方が個人的には好きですね。だってネザーで風が発生してるわけないし、現実的じゃないですからね。木製の水車を溶岩で回すのも大概だろ。それじゃあ前回から引き続き、安山岩合金工場を作成していきましょう。前回は溶岩を無限に手に入れて準備することまでできたので、今回で合金完成ラインまで作ってしまいましょう。そんなわけなので、今回もチャートを作ってきました。基本的には前作とは変わらないな。変更点は、鉄の生産を他の施設で作ってるところですかね。前作は工場内で作ってたよな。なので鉄工場から安山岩工場に持ってくる仕組みも今回作る必要があります。ところで、このチャート表ってキーみたいですよね。なんだって？気に見えてきませんか？感受性がすごい。いやいやどこを見て気に見えるとか言ってるのか。おい編集でそれっぽく見せるな卑怯だぞ。それじゃあまずは丸石を作成するところから。もはや恒例用事。さて、どこに作ろうかな。今日も京都テム計画。今から計画を立てるんだわ。ある程度計画は立てられたので場所確保。すなわち聖地。はい、どんどん蓋しちゃいましょうねー。湧き潰しなんて面倒なことしませんからねー。後で痛い目見るだろ。場所が確保できたので丸石製造機作成。はい、完成。奥に見えるやつと同じ仕組み。そしてこれを、2連にします。奥に見えるやつと同じ仕組み。シャフトを伸ばして、あそこに動力を送れば稼働開始できるようにします。それじゃあ次に、ここら辺の仕組みを作りましょう。丸石から砂利と火打ち石を作る工程だな。火打ち石も砂利から作るので、まずは砂利作成から。と言ってもこれも金生成工場の時と同じなんですけどね。おっと忘れていました。ありがとう鶏さん、さっきの出現は聞かなかったことにするよ。悪口にだけ地獄耳。これでよし。これ毎回言ってる気がしますが、バッファ用のチェストは設置しておいた方がいいです。簡単に言うとアイテムが無駄になりにくくなります。もはや工場作成の基本まである。クリエイトでバッファチェストをつけるのはとても簡単かつ低コストなので、ローリスクハイリターンな仕組み、むしろノーリスクまであります。絶対にしましょう。じゃ粉砕しますねー。粉砕といえばこちら。破砕ホイール、これも丸石製造機ほどじゃないけど、結構な頻度で使ってるな。丸石を加工するのに使いますからね。そしてその先のコンベアに新しくコンベアをつけまして、ここにブラストンネルをセットします。これなんだっけ？これもいろいろ機能があるんですが、今回はアイテムを分ける機能を使います。分ける？今回の工場では、砂利を火打ち石と安山岩の2つに使います。なので、それぞれに使うように分ける必要があるんですね。どういう動きをするのかは後でお見せします。新規に優しい実況。工業モッド自体が新規に優しくないコンテンツだと思う。新しく設置したベルトコンベアに、石臼を設置していきます。これで砂利を火打ち石にしてきます。ここ破砕ホイールじゃダメなのか？ダメじゃないですけど、破砕ホイールで砂利を加工すると火打ち石以外のものが生成されてしまいます。しかも火打ち石ドロップは確率になります。ほうほう。その点石臼は不純物を生成せず、かつ確定で火打ち石を作ってくれるので、今回に関しては石臼の方が向いていることになります。やはりクリエイトの機械に優劣はつけがたい。ということでこんな感じになりました。うわぁコンベアがいっぱいだ。3本しか通ってませんけど、全体で見るとこんな感じ。意外とコンパクト。ここで丸石を作って、破砕ホイールで丸石を砂利にして、ここで砂利を火打ち石にしています。これで問題なく動くはずなので、試しに動力を送ってみましょう。問題なく砂利と火打ち石ができてるな。動力は安定と信頼の水車ですが、あれは仮なのでまた別の動力を作ります。仮を解体した試しは一度もないけどな。ここにもバッファ用のチェストを設置して、これでよし。これで一番大変なところクリアです。そこまで大変じゃなかったような。あとは混ぜるだけ。ってことで次は安山岩を混ぜ混ぜしましょう。シャ混ぜ混ぜするぞー。目指すはシャベルパン。どこのアンパンだよ。安山岩の材料である砂利、火打ち石、溶岩は確保できたので、それをミックスする仕組みを作りましょう。使用するのはプレス機。混ぜてないじゃん。
この釜にベルトコンベアを伸ばしまして、ファンネル設置、チェスト側にも設置、変なものが入らないようにファンネルは伸ばしておきましょう。不純物がベルトコンベアに入らないようにね、ベルトコンベアに動力を送って、動作確認、ベルトコンベアの場合、動いてるかどうかと、回転向きが合ってるかどうかも確認しないといけないので注意しましょう。これでこの釜の中に砂利と火打ち石が入るようになりました。次は溶岩です。計画通りに作っていたので溶岩タンクの近くに釜を設置できました。本当に計画通りか？あとは動力を送るだけ。水車増やしました。うわぁ計画的だなぁ。はい、問題なく溶岩が釜の中に入ってきました。意外とスピーディー。釜の上にプレス機をセットしまして、動力を送ります。今回は止まらないでくれ。おっそ、まあ今は回転速度は気にして作ってないので、とにかく、これで安山岩を完全放置で作成できるようになりました。ということでこの下の部分はクリアです。あとは鉄ナゲットを準備して混ぜて完成だな。残りも少ないですし、ちゃちゃっと終わらせて試合行きましょう。お前試合行っても卵しか食べないくせに。その前に、もうちょっとわかりやすくするためにベルトコンベアに色をつけてみましょう。こんな感じ、雨が鬱陶しい。チャートにも色をつけてみました。これは見やすい。ミサさんもこれを参考にして作ってみてください。ミサさん限定。それじゃ鉄をこっちに持ってきましょう。鉄を輸送するには駅が必要なので、反対側に別の駅を作ります。名前は安山岩鉄貨物駅とします。そして長い間放置していた鉄工場の列車が、とうとう稼働開始します。マジでただの置物だったからなこれ。その前にこのコンテナにポータブルインターフェースをくっつけておきます。溶岩列車のエラー出てきてますけど。何かあったのかな？あ、車掌の肉じゃね？ああ、さっきの鉄貨物列車にぶつかったんだわ。それで車掌がいなくなって止まったと。なるほどね。こういうことも起こるのか。これからは気をつけないとな。誰も車掌のことに対して何も思わないのである。貨物列車に鉄を搬入するゾーンを作りました。これで鉄工場から貨物列車に鉄を搬入することができるようになります。むしろなぜ今までなかったのか。鉄を運搬してると一目でわかるように鉄ブロックをつけました。そして安山岩工場に持って行って、対になるインターフェースをセット。今日は恥ずかしいのか透明になるブロックが多いですね。はい、接続を確認。なんかずれてない。あとは時刻表を設定して、そこら辺で車掌を確保。今日から君は運転手だ。ここの運転は鳥頭でもできるんだな。そして溶岩列車には異様にタンクに体をこすりつけていたハチに担当してもらいます。さてこれで鉄ブロックの搬入はできましたので、これを鉄ナゲットにしていきましょう。と言っても鉄ブロックをインゴットにしてナゲットにするという2ステップだけなので、全然複雑じゃないですけどね。まずは自動クラフトブロックをベルトコンベアの上に2つ設置して、ファンネルを設置します。以上です。くな。まあまあ、鉄ブロックを解凍するだけですから、これだけで問題なく稼働してくれます。あとは完成した鉄ナゲットを地面を通して反対側に持っていくだけ。なんであんなに湧いてるんだ。ほら適当が招いた結果。ここは必要なので面倒ですがちまちま倒していきます。ファッキュー。ベルトコンベア式終わりました。あとは安山岩の方のベルトコンベアも敷いて、これで準備は完了。ベルトコンベアに動力を通して、自動クラフトにも動力を送ります。ここでも止まらないのか。ちょっと止まるの期待してます。これで鉄ナゲット作成は完了。最後にミキサーに動力を送れば。まあでしょうね。よし、回転速度上げても止まることなく稼働し始めました。ということで、安山岩合金自動作成工場、基板完成。あ、基板なのね。まだ動力が仮のままですし、地面に直を切ってのも味気ないですからね。スーパーと先には完成させたいと思います。次回やれ。次回はまた別のことするから。ということで、今回はここまで。これで地下に行って安山岩採掘する手間がなくなりました。まだそんなことやってたのか。次回、安山岩のケースを自動作成したいと思います。いや、そのままやれと。安山岩ケースを作るためにはもう一つ新しい施設を作らないといけませんから、さすがに今回では収まりません。それは次回をお楽しみにということで。
それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくな。今最後誰に向かって言ったの？え？車掌に言った。なんて無駄なことを。